皆さんこんにちは、トイズトイズのゆうきです。今回紹介する商品はこちら、ドン。箱多いわこちらですね、ラッキーラッキーのライブグッズとか、特別お得予定だったガールズガールズのライブグッズだと思います。物自体そんなにいっぱい買ったわけじゃないんですけど、個別配送にしたら、こうやって届くんだね。というわけで、今回はこちらを開封していきたいと思います。多分大きいのに応援セットとかガールズのライブグッズとか入ってるので、まずこの上のちっちゃいのから開けていきましょう。一箱目が、お、タオルだ。早速開けてみましょう。じゃじゃじゃーん、おー、かわいい。ラッキーラッキーファーストライブツアーブランニューワールド。いやー、かわいい。ラッキーラッキーらしく黄色いタオルなんですね。いいね、これ。二箱目。お、早速見えてきた。じゃん。はい、こちら T シャツですね。じゃーん、デザインこんな感じ。この今回のさ、ツアータイトルのロゴめっちゃ可愛いよね。裏側にもラッキーラッキーと書いてありますね。ちっちゃい箱ラスト。したらこれがフォトカードかな。じゃ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 ん。だね、やっぱり。はい、こちら、ラッキーラッキーのフォトカード、3パックですね。結構、ガールズガールズだと定番になってきてますけど、ラッキーラッキーのフォトカードって初めてなので、何が当たるか楽しみですね。そしたら、よいしょ。でっかいのいきますか。じゃんじゃじゃんじゃじゃーん。わお。おー、いっぱい入ってるし、やっぱり、ガールズガールズのも入ってる。せっかくの流れなんで、まずラッキーの見ちゃいましょう。はーい。ちょっと待って、可愛すぎるな。ほら、ゆうあちゃんのうちわ。これ、可愛すぎない？こりゃやばい。そしてこちらはライトプレートとスティックバルーンですね。今回僕スティックバルーン付きのチケット買ったんですけど、これと同じのがもう一個来るってことで、いいのかな。そして応援セットの目玉、ゆうあちゃんの缶バッジでございます。いやー、美人すぎないですか？可愛すぎませんか？透明感半端な、可愛い。で、こっからはガールズのグッズかなね。ようかちゃんのうちは、もうね、前の動画でも紹介した通り応援セットで1枚買ったので、これはもう開けずに保存用ですね。そして、サードアニバーサリーライブのタオル。こんな感じで、オレンジベースに金色の王冠のロゴと、ガールズガールズ、サードアニバーサリーライブ、大丈夫と書いてありますね。はぁ、ライブに持っていきたかった。そしてこれがリンガー T シャツですね。じゃーん。ここにワンポイントの刺繍が入ってて、結構、普段使いできそうな、すごくシンプルな、T シャツですよね。これいいよね。そしてこちらもフォトカードが3パック。それではね、こちらのガールズとラッキーのフォトカード合計6パック開封していきたいと思います。それでは早速開封していきたいと思います。今回はあくまでラッキーラッキーの開封がメインなので、先にねガールズガールズのフォトカードの方開けちゃおうかな。この前ねライブ会場で開けた時はヨーカちゃんのカードが少なかったから当たるといいなぁ。せーの、それ。お？見たことあるカードだなぁ。そして、じゃーん！おー、キラちゃーん！なんであの時動画撮ってなかったのって思うんですけど、一パック丸々被った事件あってから、同じ組み合わせのパックがあることへの恐怖？だから、よかった。もう、キラちゃんのこのカードは持ってないから。で、3枚目が、じゃーん！キラちゃーん！キラちゃんパックかな？これはこの前当たったやつだね。そして、じゃん。え、すごくない？ちょっと待って。あれ？せーの。じゃん。おー、ヨーカちゃん。よかった、当たった。なんか、ヨーカちゃん当たった嬉しさもあるけど。キラちゃんパックすぎて。二パック目。せーの。それー。おー、あ、こんなカードもあるのね。これはいいカードじゃない？みんないい表情してるわー。かわいい。そして、じゃーん、みなみちゃーん、かわよい。3枚目が、みなみちゃーん、みなみちゃんパックなのか。もうなんか、わかんなくなってきたぞ。そして、みなみちゃーん。え、こ
このみなみちゃんすっごい美人だね。いつも思うけどみなみちゃんって写真写りいいよね。そして5枚目がじゃん、ゆずちゃん。前回ね、ゆずちゃんのソロカード当たんなかったんだよね。よかった、ここで当たった。2パック目はみなみちゃんパックでしたね。ラストいきます。せーの、それー。この3人のカードよく見る気がする。そしてじゃーん、クレアちゃーん。このレモン色の洋服すごい似合う。そしてじゃーん、クレアちゃーん。お、クレアちゃんパックか。せーの、じゃん、クレアちゃんだ。なんかあれ、なんか今回さ、5分の3がさ同じ人だね。全然前回と違う当たり方してる気がする。でラスト誰だろう。せーの、じゃーん、ゆずちゃーん。はい、ラストはクレアちゃんパックでしたね。はい、開封結果がこんな感じです。今回もね、ヨーカちゃんが1枚だけでしたね。前回当たったのとかと比べて被りがこんな感じなんですけど、5分の3同じってのがなかなかインパクト強かったな。続いてラッキーラッキーのフォトカード開けていきましょう。もうね、ラッキーファンみんな待ち望んでましたからね。フォトカード記念すべき1パック目、せーの、じゃん。おー、ポピポパコンビ。一発目でペアとはいえ推しを当てるこの運命力ね。あー、かわよい。2枚目がじゃん、ゆうらちゃん。いつもと雰囲気が全然違う。何その髪型、かわいい。そして3枚目がじゃん。かわいすぎない、ひろちゃん。服も髪型もポーズもめっちゃ可愛くない？これはさ、ヒーローちゃん推しじゃなくてもドキッとするよね。ドキッとしたもん。そうして、じゃん。おー、ヒーローちゃん。ウィンクしてるのもめっちゃ可愛いね。そして最後は、じゃん。ほっ、無事当たりました、推しが。可愛い。これうちの推しなんです。めっちゃ可愛いでしょ。2パック目いきましょう。せーの、じゃん。おー、ラッキー6人勢揃いしてる。このさ、ライブティーがさ、結構柄も含め明るいデザインだからさ、夏感あっていいね。そうして、じゃん、かわいい。つばきちゃん、この写真撮ったカメラマン天才じゃない？めっちゃかわいいじゃん。3枚目がじゃん、つばきちゃん。大人っぽいね、この写真。つばきちゃんこの1年間で急成長してる気がする。そうして、じゃん、つばきちゃん。つばきちゃんパックですね、このパック。そして最後がじゃん、ゆーらちゃん。やっぱ最年長って感じだよね、お姉さん感っていうか。ラッキーラッキーのリーダーはゆーらちゃんなのかな。リーダーが誰とか言ってないし、なんならメンバーカラーも決まってないらしいし、これからいろいろ決まっていくのかな。ラストいきます。まだりなちゃんとかんなちゃんが出てないね。いきます、せーの、じゃん。おー、さっきと同じかな？あ、違うやん。さっきと違うやつ。そして、じゃん。ヒーローちゃん、ヒーローちゃんいっぱい来る、レジ。ヒーローちゃんを上から撮ろうとしたカメラマンも天才だと思うんだよね。次が、じゃん、ゆーらちゃーん。いいね、かわいい。そして、じゃん、ゆーらちゃーん。超個人的に思ったことだから、叩かれるかもしんないけど、この表情めっちゃマイちゃんに似てない？ミラチューの。かっこいい。かわいいってか、これはなんかかっこいいな。そしてラストは、じゃーん、ディナちゃん。やっぱりディナちゃんはこう不動だよね、このかわいさっていうかさ。はい、というわけで開封結果がこんな感じです。あれ、かぶりがゼロですか？素晴らしくない？つばきちゃん、ひいろちゃん、ゆうらちゃんがすごく多かったね。かんなちゃんのソロカードが出なかったね。やっぱりラッキーラッキーもかわいいよね、押せる。はい、というわけで今回はラッキーラッキーとガールズガールズのライブグッズを紹介していきました。この内輪といいさ、フォトカードといいさ、今回本当にみんな仕上がってるよね。いよいよ今週末、ラッキーラッキーのファーストライブ名古屋公演が行われるということで、初めての名古屋なので無事にたどり着けるかがちょっと心配なんですけど、今回買ったライブグッズとラッキーへの熱い気持ちを持って名古屋に臨みたいと思います。この動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。